せーの、サチアレ。在日20年以上になります韓国人キバルンと申します。よろしくお願いします。はい、今回はですね、知る人ぞ知る韓国人に本当に愛されているドラマを皆様にご紹介させていただきたいと思います。皆さん、韓国人に愛されているドラマのジャンルって何だと思います？そう、ラブロマンスってイメージ強いじゃないですか。でも実は韓国人に愛されているドラマのジャンルってスリル、サスペンス系なんですよ。なぜスリル、サスペンス系が韓国で人気かっていうと、理由が3つあります。まず1つ目は、今までにはないスピーディーなストーリー展開です。もう瞬きする余裕を与えてくれないんですね。2つ目は、2日から3日あれば全話完走できるように内容がすごいコンパクトになっているんですよ。そして3つ目は、ラブロマンスとは違ってスケールがめちゃくちゃ大きく、映画のように高い技術で作り上げているのが人気のポイントとなっております。このようにスリル、サスペンス系のドラマってすっごい成長していて、めっちゃくちゃ人気があるんですけど、この事実日本で知られてない理由は、愛の不時着はじめカンドライコールラブっていうイメージが強くて、本来韓国で流行っているスリル、サスペンス系のドラマが全く PR されてないんですよ、日本で。せっかく名作がネットフリックスに散りばめられてるのに、全然スポットライトが当たってないっていう状況なんですよ。こんな悔しいことありますかって。ということで、今回ご紹介させていただくドラマは、すべて韓国のネットフリックス人気ランキング第1位を獲得、社会現象を巻き起こしたスリル、サスペンス系がメインのネットフリックスに隠された名作を皆様にご紹介させていただきたいと思います。もう中毒性あって、一気見しないとずっとモヤモヤした感情になるから、もう最初に言っときます。必ず学校や仕事の前に見ないでください。時間がある時だけ見てください。じゃないと寝不足になります。気をつけてくださいね。まず一つ目は、ドラマ人間レッスンでございます。このドラマは2020年に配信されたネットフリックスオリジナル作品となっております。イテウォンクラスのキム・ドンヒさん主演、その他、今後大ブレイクする大注目キャスト陣で固められた最強学園ミステリードラマとなっております。このドラマ超人気あって、日本の3年 A 組くらいの人気があったドラマでございます。簡単にあらすじいくねや。学校では成績優秀な優等生として真面目な高校生活を送る主人公、キム・ドンヒさん。しかし、その裏では売春というとんでもない犯罪行為を犯しておりました。実際に現場で動くのは右肩のイー室長。ドンヒはメールで指示を送り、誰にも知られず身を隠して運営をしておりました。そうまでしてドンヒがお金を稼がなければいけなかった理由は、両親が家を出て行き一人で暮らしていかなければならなかったからです。そんなドンヒは学校で一匹狼生活を送るも、幼馴染の陽キャユリと偶然関わることになります。その中である日、ユリはドンヒの犯罪行為を知ってしまいます。裕福な家庭で育つも、家出し独立するためにお金が必要だったユリはドンヒと同業することを交渉し、話は大きく急展開します。スマホ一つで犯罪という、現代の若者たちならではの社会問題を題材にした最強学園ミステリードラマとなっております。学歴競争社会、貧困、将来の不安など現代の社会で生きる若者の悩みがリアルに描かれていて、大人、学生関係なく強いメッセージ性が込められている作品でございます。この作品が人気の理由は、とにかく展開がスピーディーでサクサク見れるです。瞬きする余裕がないくらい休む暇なく、ぐんぐんストーリーが進んでいくので、ほとんどの韓国人の方が1日あれば全話完走されております。ドラマを一気見したい方は必見でございます。人気ありすぎてシーズン2ができる噂もあるので、ぜひこのタイミングでご覧ください。続いて2作目は、ドラマ秘密の森でございます。このドラマは2017年に TVN で放送され、人気がありすぎてシーズン2まで出た韓国を代表する大ヒットサスペンスドラマとなっております。簡単にあらすじいくねや。幼い頃、脳手術を受けた影響で感情を失い、理性だけで行動する検事チョ・スンウさんは、権力やお金などに興味がなく、忖度を無視して淡々と仕事をこなしていきます。そんな彼に立ちはだかるのは、日常のように目の当たりにする検察の内部不正。これを打ち切ろうとしたチョ・スンウさんの前に現れたのは、
第一の死体、その後も相次ぐ第二、第三の死体。理性で動く長春雨とは対照的に人情味あふれ感情で動く性格の源氏ペ・ドゥダの協力のもと、長春雨はだんだん犠牲者たちの共通点に気づき始め、ストーリーは急展開。もう簡単に言うと、性格が真逆な二人が力を合わせ、権力社会の中で一流企業や政治家の悪事にメスを入れていく最強サスペンスドラマとなっております。このドラマの人気の理由は、普通のサスペンス物語とは違ってストーリーの展開が全く読めなくて、最後の最後まで緊迫しているからもう釘付けになっちゃうのね。見ていてスッキリしたい人は 120% ハマりますし、もう新しい領域のサスペンスなので、サスペンス好きの人は絶対にご覧ください。最後に韓国人に本当に愛されている名作、3作目はドラマキングダムでございます。このドラマは2019年に配信されたネットフリックスオリジナル作品となっております。こちらも人気ありすぎてシーズン2まで出ており、2021年にはシーズン3が配信される予定となっております。もうね、この作品は映画です。韓国を代表するホラー作品と言っていいほど、韓国人にめちゃくちゃ愛されてる名作なのに、日本で全然この名作知られてなさすぎて、ちょっと悔しすぎて私ビラ配ってくるわ。簡単にあらすじいくね。舞台は朝鮮時代。ある日、ゾンビになる謎の疫病が蔓延。パニックとなった国の運命を託された王子、チュージフン様が困難な環境のもと、ゾンビ、そして国の悪事と戦いながら壁を乗り越えていく時代劇ゾンビスリラーとなっております。このドラマが人気の理由は3つあります。まずは制作費20億円をかけた映画のようなスケール。2つ目はトイレ行く余裕もないくらい釘付けになる。そして3つ目はもうキャスト陣が鬼優勝してんの。主人公は韓国のイケオジ大御所俳優チュージフン様、大御所女優ペイグナさん、そしてシーズン3ではトップ女優チョンジヒョンさんが出演予定と、もうここまでレジェンドを集めて大丈夫そうってレベルなのね。歴史物語だけど全然内容難しくないし、シーズン2まであるけどサクサク見れちゃうから、スリル好きな人はもちろん、家族だったり友達と何か映画見るとき迷ったときはぜひこの作品を見てください。はい、ということで全部で3作品ご紹介させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。他にも最初の動画でご紹介させていただいたスカイキャッスルだったり、夫婦の世界、そして今絶賛韓国で社会現象を巻き起こしているドラマペントハウスなどなど、スリルやサスペンス、人間の心の奥にある闇を描いたドラマっていうのが韓国ドラマのトレンドとなっておりますので、ぜひこの機会に韓国人に愛されてるドラマってどんなのやろうって足を踏み入れていただけたらなと思っております。ということで今回も動画見ていただき本当にありがとうございました。この動画が参考になった方はグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そしてこの3作品も見ましたよって方は感想を、他にもキバルンさん、スリルサスペンス系でこのドラマ面白いですよって方はですね、ぜひコメントに残していただけたらなと思っております。そして僕インスタグラムとツイッターやっております。こちらでも韓国情報をお届けしておりますので、ぜひフォローしてください。ということで皆様が最新韓国ドラマのトレンドを知ったということで、ますます韓国ドラマの沼の幅が広がるように私の方から幸をお届けさせていただきたいと思います。いきますよ、せーの、幸あれー。